今日の動画はこんなお話。ブレッドボードの使い方について解説します。ブレッドボードとは、電子部品を差し込む穴がたくさん開いた板のことです。その穴同士が内部でつながっているので、電子部品を差し込むだけで部品同士が接続され、簡単に回路を作れます。今回使うのは、サンハヤト製のブレッドボードです。このブレッドボードは分解できるようになっており、買ったままの状態だと下側にパーツがついています。好みなのですが、私はその下側についているパーツを上側に付け直しています。この時、裏の透明なシールは絶対に捨てずに、必ず綺麗に貼り直してください。裏側の端子を絶縁するために必要です。それでは、このブレッドボードの使い方について説明していきます。ブレッドボードは大きく分けて電源パートと部品パートの2つに分かれます。電源パートは赤い線と黒い線に囲まれた穴の部分で、電池や電源から伸びたワイヤーを差し込むところです。これらの穴は横方向にすべてつながっています。例えば赤線側の穴にワイヤーを差したとき、その真横方向の穴であれば、どこに差してもそのワイヤーとつながります。黒線側も同じです。穴を一つ選んでワイヤーを差したとき、その真横方向の穴であれば、どこに挿してもそのワイヤーとつながります。ただし、例えば黒線側の穴にワイヤーを挿して、もう一方を赤線側の穴に挿しても、これらは電気的につながりません。あくまで横方向にのみつながっています。ここで少し余談になりますが、サンハヤト製のブレッドボードの注意点を一つご紹介します。ブレッドボードに書かれた赤い線が中央で途切れていると思いますが、これは内部で接続が途切れていることを表しています。そのため、この製品にはあらかじめジャンパーワイヤーが差し込んであり、左側と右側がつながった状態にしてあります。逆にこのワイヤーを外すことで、赤線側の穴は右側と左側で分断され、接続が切れた状態になります。特別なことがない限り外すことはありませんが、ぜひ覚えておいてください。では次に部品パートをご紹介します。部品パートは主に電子部品を配置する場所で、縦方向に穴がつながっています。例えば1列目の A、B、C、D、E、F はすべてつながっています。同じく2列目の A、B、C、D、E、F もそれぞれつながっていて、3列目も4列目もどの列も同じように縦につながっています。ただし異なる列同士はつながっていません。例えば1列目の A と2列目の C に差し込んでも部品同士はつながりません。同じ列に差すことで初めて両者はつながります。またブレッドボードの中央には溝が掘られているので、同じ列であってもこの溝を越えて穴同士はつながっていません。例えば1列目の D と J に差し込んでもこれらはつながりません。つなげたい場合は、例えば溝をまたぐようにジャンパーワイヤーを刺す必要があります。では実際に LED を光らせる回路を配線してみます。今回使うのはブレッドボード、電池ボックス、赤色 LED、10キロオームの抵抗です。まず、電池ボックスから伸びたワイヤーをそれぞれ色に合わせた電源パートに差し込みます。この時、安全のためスイッチはオフにしておき、電池はまだ入れないようにします。赤線側の穴の好きなところから部品パートの穴にジャンパーワイヤーを伸ばします。そしてワイヤーと同じ列に抵抗の片側を差し込みます。抵抗のもう一方の端子と同じ列にはLED のアノードを差し込みます。アノードとは LED の端子の長い方です。短い方を仮想度と呼びます。最後に LED の仮想度と同じ列の穴から電源パートの黒線側の穴にワイヤーを伸ばします。これで一つなぎの回路が完成しました。回路の見直しをした後、電池ボックスに電池を入れ、スイッチをオンにします。
LED が光ればうまく回路を作ることができています。光らない場合はすぐにスイッチをオフにして回路を見直してください。きっとどこかに配線ミスがあると思います。最後にブレッドボードを使う上での注意点をご紹介します。一つ目は電流容量です。ブレッドボードには流して良い電流の最大値が決められています。サンハヤト製の SAD101 の場合は最大で3アンペアまでです。余裕を見てその半分の 1.5 アンペア以下で使うのが良いかと思いますが、そのような大電流を流すことはほとんどないので頭の片隅に置いておくくらいで大丈夫です。2つ目は部品同士のショートです。足の長い部品をブレッドボードに刺すとどうしても部品がぐらついてしまいます。その結果隣同士の部品が接触してショートする場合があります。そのため部品同士の距離に気をつけたり、どうしてもスペースがない場合はもう1枚ブレッドボードを使うのも有効です。最後は電源のプラスマイナスに注意するです。電源のプラスとマイナスは穴が隣接しているので配線ミスをしやすいポイントです。プラス側に刺したつもりがマイナス側に刺していたなんてことは容易に想像できます。スイッチをオンする前に必ず回路を見直しましょう。ということで今日の動画はブレッドボードの使い方について解説するでした。最初は戸惑うかもしれませんが、やっているうちにすぐに慣れると思います。もしわからなくなったらまたぜひこの動画を見に来てください。それではまた次回、さよなら。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ちなみにブレッドボードのつながっているところがわからなくなったら裏面を見てください。どこがどうつながっているか一目瞭然です。